どうもー。はい、6月10日ついに明日ですね。 6.11 待ち望んだ 6.11。 はいはい、 6.11、これ18時ですね。18時11分にしようかな。まあいいや、まあ、18時11。はい、こちら LINE の方でね流しますんで、登録しておいてください。はい、一応3日間ぐらい限定でやろうかなと思ってます。3日間限定ですね。はい、なんで11、12、13ぐらいですかね。でご案内しようと思います。はい、で今回は、ブログで2400万稼ぐっていうテーマでお伝えしようと思います。まあ、これ実際に、まあ、今回、まあ、ご案内する、まあ、メイン僕はねここが一番すごいんじゃないかなと思うんですけど、要はまあ、これ実際にこの2400万っていうのが、まあ、あやさんですね。あやさんがあや D ですね。あや D が稼いだ金額、去年得た金額です。これ家買えますよね。本当に。これまあどうやって稼いだのかっていうと、複数のブログを売って、ブログを売るとですね。で、あや D 情報によると、平均30万ぐらい稼ぐ、平均30万円ぐらい稼ぐブログがあるとするじゃないですか。アドセンスとかまあ物販でもいいんですけど、アフリエイトでね。これ30万円ぐらい収益出てますよっていうブログはなんといくらで売れると思います？30万ぐらい毎月、まあ、売り上げ作ってます、広告収入得ていますっていうブログを作ったとするじゃないですか。でこれを売ったとするならばいくらだと思います？はい、600万らしいですね。600万ぐらいで売れるらしいです、ね、まあまあまあ、まあ、単純計算して、まあ、2年分ぐらいですよね。毎月ある程度30万ぐらい入ってます。じゃあこの2年分で600万ぐらいってことですよね。はい、まあこの600万っていう数字はね、うん、だからまあ買う人にとってはまあまあ3年、まあ別にそのずっとブログそれをねメンテナンスして続ければ別にこれ以上取れるわけじゃないですか。わかります。だからもう僕ねぶっちゃけこれ、まあ、今回売るという話をするんですけど、買おうかなみたいな買っちゃった方がいいんじゃねみたいなね。だからね僕ね結構ねもうこれあやさんとつながったことによって新しい概念思想が生まれまして、まあこれ売れるんですけど買うこともできるわけじゃないですか、結論ね。じゃあこれあやさんから買えばいいんじゃねみたいな。じゃああやさんちょっとディスカウントでちょっといいっすかみたいな、ね、あやさんから買えばいいんじゃねみたいなね。どうっすか。まあ、だってぶっちゃけサイトの仲介サイトみたいなのあるんですよ。仲介サイトね、仲介サイトに仲介手数料分ちょっとね、それでダイレクトに買うわけですから、仲介手数料を値引きしてもらう、これだからこれあやさんから買えばいいんじゃないかなっていう新しい発想なんですけど、これあやさんから買えばいいんじゃないみたいな。だからこれ仲介手数料が入ってるわけじゃないですか。まあこれ純利で600万なのかな、ちょっと分かんないですけど、仲介手数料がな、まあ、あの家の紹介とかも仲介手数料取られるじゃないですか、その不動産屋に。だからそのサイトの仲介した人に対して、まあ、何パーかこう、まあ、入ると思うんで、いやそのダイレクトで買えばもうちょっと安くネゴシエートして買って、もうちょっと老後楽しみですね。ちょっとあざーしみたいな。まあ、頑張ってこれ稼いでね、これちょっとキャッシュ作って、もしくは FX で利益上げたやつを、あこれいいんじゃないかな、 FX で利益上げたやつを全部、あの普通だったらあの複利運用みたいなのあるじゃないですか。いやこっちに複利するっていう、わかります、 FX で利益上げたらその利益を全部こっちにぶち込んで、あの買っていくっていう、これめちゃくちゃ良くないですか。まあ安定的な収入っていうところがみんな欲しいじゃないですか。いや安定的な収入欲しいですよね。いやこれ買うっていうね、すいません、まあ、今回ね、まあ、逆の話になっちゃってるんですけど、買うという、はい、今回のボーナス、僕のスペシャルボーナスで
このカエルだけの資金をどう集めるのかっていうのも入ってますから大丈夫ですよだから今回はブログアフリエイトで稼ぐ、まあ、外注化してその資産を作っていく、だから月30万ぐらいとかね、そういう売り上げをこう作っていけるブログをこうたくさん作っていくっていう、それを外注化で仕組みで作っていくっていう、まあ、ノウハウなんですけれども、プラスアルファ僕から買うとこの600万を作りに行く方法ももちろんありますので、自分あの外注さんに任せて、その資産を作る、でなおかつ自分でもこっち作ってって、こっちで今度ブログを買っちゃうだ、自分でも作って自分でも売れるし自分も買えるしみたいなね、売って買って別に売らなくてもいいやん、ごちゃごちゃになっちゃうあれですけど、だからなんやろな、まあ、めちゃくちゃいいってことですけど、はい、でまあどうやってねこのブログを作っていくのかって話です。要はまあ結論もう一言で終わりなんですよ。2400万稼ぐ上で、ブログを売るだけです。複数のブログを作って売りました、でその売却利益が2400万ですよって話です。だからこれ不動産とかね、不動産の転売とかもあるじゃないですか。あとは、なんだ、家賃収入ですよね。家賃収入よりこれいいんじゃないかなと思うんですけどね。だって銀行から借り入れして、でその何パーじゃないですか。じゃあ借りる人いなかったらどうするのって話で、うん、はい、じゃあこれどうやって作ればいいのかっていう話なんですけども、まあ、今までの講義でいろいろとお伝えしてきましたけれども、まずですね、まあ、これはあやDさんからもねいただいてますけども、このオタクですね、オタク、まあオタク以外でもいいんですけどね、前を言った、まあ、オタクさんの熱量、情熱、これを活用してお金に変えていくってことですね。はい、まあ基本的にそのブログで稼げない理由って結局熱量がないんですよ。情熱がないし熱量がないんで書き続けられないんですよ。だけどこのオタクの人って書き続けてっていうか、もはや書きたいっていうね、まあ、書きたい症候群ですよ。だからそういう書きたい人に書いてもらえばいいんですよ。もう一度言いますね、書きたい人に書いてもらえばいいだけです。すごくシンプルじゃないですか。マインドセットだとかね、根性だと、気合だ、いや吉谷さんも頑張ってるから俺も頑張らないといけない、うん、頑張ってほしいんですけど、まあ、僕ほど情熱ある人いないんで僕負ける気しないですね。動画1万4000本アップできますか、こういう動画撮れますか、多分撮れないんでブログも毎日書いてますけど、まあ、僕負ける気しないですよ、誰にも。本当に誰にも負ける気しないんで僕は外注化しない、まあ、コンテンツ販売でもはや売り上げ作って、まあ、もうブログを買いに行った方がいいんじゃないかなみたいな話なんですけども、多くの人は僕ほど熱量ないですから続かないんですね。じゃ続かないんだったら続けられる人にやってもらえばいいって、ただそうすごくシンプルな話です。もちろんですよ、自分のマインドセットだったりとかモチベーション上げたりとか、まあいろいろこうやって頑張るんだ、俺は一人で頑張るんだってやっていただいてもいいんですけど、一人で頑張ることが目的なんですか、これもう究極の質問なんですけど、一人で頑張る、一人で努力する、これがあなたの目的ですかと。ね、前その質問いただきましたけど、質問というかね、努力すれば報われるみたいなね、なんか勘違いしてる人がいてていや努力しても稼げないよっていう、努力しても稼げないよと、努力と稼げるかは違うと、だけどなんか努力したら稼げるみたいなね、いや努力したから稼げるイコールじゃないよって、だからビジネスはイコールじゃないんで、例えば10努力して10返ってくるのかないです。10努力してもゼロの場合ありますからね。わかります?だからもうユニクロの柳井社長さんの本でもありますけど、1勝9敗です。ユニクロの柳井社長さんが1勝9敗っていう本出してるんですけど、あれだけビジネスいろいろやって、いろいろすごいね、企業を回してるんだけど、1勝9敗なんですよ。わかります?10 やっていく、1つ勝てるかなっていう話ですよ。だから努力したら報われるなわけないよ、そんなわけないねんと、わかります
だからあのビジネスっていうのはだからバイトと違うわけですよ。バイトの場合はタイムカードを押しました、タイムカードを押した1時間の時給がもらえますっていう世界ですけども、ビジネスの世界っていうのはそういう世界ではないんです。だからこれ本当に勘違いしてる人多すぎて、いやいやいや100やろうが200やろうが300やろうが別にその結果が出るかどうか分かんないんですよって話です。だ逆に言うと1の労力でも結果出すこともできるんですよ。じゃあ1の労力1の努力で結果を出すためには、え10とか100頑張ってくれる人に やればいいじゃないですか。僕はこの1のね、本当にお伝えしておきますけど、例えば今回の商品をご案内するのにも1つの商品ですよ、まあ、毎回そうなんですけど1つの商品を販売する上で何本も動画撮りますよね。僕どうですか、何本も今何話か分かんないですけど、この一つを売るためにこれ何本も取るわけですよ。でもこの何本も取ったとしてもこれが売れることは保証されてないんです。大事なんですけど、この一つの商品一つの結果売るっていうことに対して僕は1話2話3話4話5話6話ってやっていきますけど、じゃあこれをやったとしても、これだけやったとしてもこれが売れる保証はないんです。だけどやるんです。だからここができないんですよ。みんなやったら稼げるんですか、やったら稼げるんですか、稼げるんだったらやります、わかります、やったら稼げるんですか、稼げたらやりますみたいなね、稼げるんだったらドリアク入りますとかね、まあ、その思考だからうまくいかないんですよ。だそれじゃあ本当に申し訳ないですけど、それじゃあお金稼げないですよ。一人でね、一人で稼ぐっていうことはこれをできるかどうかプラス結果を出せるかどうかで、ここは完全分離です。分離、ここをやったからこの結果は得られるのか、違います。これ本当に勘違いしてる。だからこれなんで勘違いするかっていうと、サラリーマンちゃんと会社に出社したらね給料もらえるという世界、バイトに行ったら給料をもらえるという世界で生きているので、この世界で生きてないんで、この世界に飛び込んだ瞬間、なんでこんなに俺は頑張ってるのに稼げないの、なんで俺はこんだけやってるのにフリーコンテンツ作ってるのになんで、稼げないのとかね。だからね、世界が違うんです。だからこの世界で生きたい、この世界でやりたいんだったらこれ当たり前だ、だってもう柳井社長も一生9敗なんだから、まあ当たり前やろ、そんなのはね、そんなの当たり前やと。だから実はこれ裏話なんですけど、あの100本撮りますって綾さんにね、あの100本撮りますって言ったんですよね。100本、今回もう100本撮りますみたいなね、もう100本撮りますよって言ったら、綾さんから言われたのが、いや吉田さん、あの100本求めたいのにとりあえず結果にフォーカスしてくださいみたいなね。あ、そうだな、100本撮ることが目的じゃなくて結果にフォーカスしないといけないよなっていう。だからちょっと本数を抑えてね、まあ、今回は強烈にオファーしていこうかなと思うんですけども、それでも100本だけど10本は取るわけですよ。多分10本ぐらい取ってると思うんですけどね。だって今10日でしょ、これ10本目じゃない、6月1日から取ってるから10本目じゃないですかね。10分の1に抑えたとしても10本は取ってるわけじゃないですか、ね、まあこれ以外の動画も僕撮ってますからね、普通に。だからこれできますかって話です。これができるんだったら一人でいけます。申しますね、これができるんだったら一人でいけます。それはいけますよ、もう保証しますよ。え、吉田さん保証してくれるんだったらやります。ダメですね、やっぱダメだわ。無理だ。もう何があるからかなんか、でもそれじゃ無理ですよ、申し訳ないですけど。だからその億万長者シリーズずっとやってるんですけど、久保さんとね、もう1500本600本やってるんですよ。なんかシーズン2行ってるんで今、ね、シリーズ1は999本か、今600本ぐらい、だから1600本ぐらい撮ってますよ。でもう販売終わってるのに続いてるんですよ、バカじゃないかみたいなね。もう販売終わってますからね、億万長者の販売終わってるんですよ。もう合宿、あれ億万長者合宿を販売するにやったんですけど、ずっと続いてるってよくわからないっていうね。よくわからないしな、あのやり取り。もうぶち抜いてるんですけど。え、どうすか、まあ今、まあ最近はないんですけど、なんかあのプロモーション、プロダクトローンチ5本とか6本で騙されましたみたいな、特に仮想通貨時代ですね。仮想通貨時代めちゃめちゃお問い合わせ来ましたけど、騙されたんです。じゃあ仮想通貨買った人の中でなんか5話ぐらいですよね、5話ぐらいのローンチ動画で買って騙されました、ね、久保さんとの動画もう1600本ですよ、バカではないかみたいな。騙す気も1ミリもないですからね、僕悪いですけど。本当に今回いいので、マジで自分でできないんだったらやってくださいっていう今回のやつね、人にやらせるっていうこと
でしかもそんなに費用かかんないよと、最安値で外注にこう依頼できるノウハウももちろん入ってますから、わかりますか、うん、はい。で、まあ、ブログをこうどう作っていけばいいのかっていうと、まあまあまあ教材買っていただければわかりますよ、それは。それはわかるんですけども、単純に一人で、じゃあ一人でやる場合、一人で、じゃあこう多数でやる場合、一人でやる場合と多数ですね、多数、じゃあ10人、あやさん50人にし、50人はまあちょっとレベル高いですね、あやさんは最高峰なんで、じゃあ外注10人にしましょう、まず10人ぐらい。じゃあ一人でやるのと10人でやるの、これどう考えても、どう考えても10倍ですよね、まず10倍。じゃあこれ一人の人が1ブログの記事を書くとするじゃないですか、1ブログ2ブログ3ブログ4、5 6 7 8 9 1010人が1人1個。10人が1人1個。記事書いてもらいます。この10ブログを運営しようと思って1人でやったら、これを10倍やらないといけないでしょ。できますかって話です。この10ブログを1人でやれますか？しかもジャンル別々ね。いや、ダイエット、クレジットカード、保険、引っ越し、なんだ足、あのなんだニキビ、なんだなんかその AKB とかね、できます？これね、できないですよ、一人じゃ。まあできる人もいるかも、ね、吉谷さん、僕すごい海洋圏10倍出せるんです。じゃあ海洋圏100倍出せます？いや、海洋圏100倍はなかなか出せないですよ。これ普通に考えて分かることで、だからこれやらないと、なんだ、複数のブログを運営して収益化させるっていうのは難しいんですよ。一人で全部、一人でマックスだ、全部1ブログね。じゃあ今日は、よし、じゃあしかも時間もないわけじゃないですか、みんな。な、僕時間ある方ですけど、みんなサラリーマンやられていて時間ないですよね。じゃあ1日3時間あります。1日3時間、吉田さんあるんです。これ普通に考えれば分かることで、1日3時間あります。じゃあ3時間で10ブログを10ブログね、1人でやるってなった場合、時間割どうすか？時間割どうやって作るんですか？これ3時間で10ブログを作っていく、じゃあ1記事しかも1000文字以上、1記事1000文字以上でジャンル全部別々違う、書ける人いないんじゃないですか、3時間以内で。だダイエット、引っ越し、クレジットカード、保険、なんだ、ビジネス系、就職活動、なんや、履歴書の書き方とか、なんかそれ無理じゃないですか。だから無理なんですよ、これは。僕は申し訳ないですけど、無理だと思います。できる人はいるかもしれないですけど、これ全部一人で書いて、しかも内容濃い記事を書かないといけないですよ。カスカスのね、記事じゃなくて、ちゃんとしっかりした記事です。書けますか？書けないですよね。書けないんですよ。じゃあ吉谷はどうしてるかっていうと、これができないです。じゃあこれができないから、僕はどういう戦略をしているのか、僕は一人でやる場合ね、どういう戦略を取っているのかっていうと、何度も言ってますけど、僕は10年スパンですね。10年です。10年でパワーブログ1つ、はい、これです。10年間書き続けてパワーブログを1つ作る、終了です。はい、だからあなたは10年かけられますかっていう、多分かけられる人いないんですね。これかけられる理由があって、僕がこのパワーブログ10年かけて毎日更新して、このパワーブログを作ろうと今思ってるんですけども、これはできる理由があって、別に多くの人ってこうブログで稼ぐじゃないですか。僕の場合はコンテンツ販売ができるんで、ここが収益ゼロでも、ここが収益ゼロでもコンテンツ販売があるんですよ。
あ、このコンテンツ販売で売り上げがほぼ上がってるわけです、ってか上げてるので、こっちがゼロでも全然問題なんですよ。だからこれ10年後10万とかでもいいんですよ。10年後20万とかでもいいんですよ。毎月10年後30万とかね、10年後毎月5万でも全然 OK です。だから僕は老後の年金と思ってるんで、じゃあ老後の年金、一応僕は一応ね、国が破綻しなければ一応僕はあの年金払ってますから、まあ、ちょっとはもらえるじゃないですか、年金払ってるんで一応ね、その年金ちゃんと受給、あの国さん、お国さんがちゃんと払いますよって言ってくれてるんだったら65ぐらいから支給されると思うんで、じゃあその年金がいくらもらえるのかな、まあ、10万から20万ぐらいもらえるとするじゃないですかね、年金が10万から20万もらえます。じゃあこのプラスアルファで20万ぐらいこのブログから広告収入上がってれば、まあ40万ぐらいになるじゃないですか。じゃあ老後40万ぐらいあれば大丈夫だよねって感じでやってるぞ。わかります？だからこれが、僕がこの戦略ができるのはこのコンテンツ販売ができるからなんです。でもブログで稼ごうってなってる場合はこれ10年例えばもしか、まあまあ、あの10年ゼロでできますかって、できないですよ。なかなかできないです。だから僕はこれです。でこれで やれるんだったらやってくださいと。10年スパンで、だから僕は学ぶさんを最低超えていきたいんで、学ぶさんは1000記事を書きました、毎日連続で学ぶさんは1000記事書いたよみたいに言ってるんで、じゃあ僕は3000記事ぐらい書かないといけないよねっていう基準なんで、僕はあの学ぶさんがね、ブログアフリエイトで600万ぐらい、今600万かな、800万とかね、今800万ぐらいですかね、学ぶさんブログで。じゃあこう600万とか800万ブログで稼いでる人が、まあ俺1000記事ぐらい毎日書いたけどねって言ってるんだったら、じゃあ俺は3000記事毎日書いて、まあこれぐらいいけばいいかなみたいな。どうすかこの基準値。学ぶは1000記事毎日、じゃあ俺は3000記事毎日書いて、まあ5万から10万いけばいいかなみたいな、っていう基準値ですね僕。わかります。まあまあまあ、ここには絶対行かない、絶対ではないですけど、多分あんま行かないと思うんで、今のブログの僕のやり方だったら多分ここには行かないと思うんですよ。なんでまあブログで集客して、そこからステップメールで何かコンテンツ売っていくんだったらここは行きますよ。だからその仕組みを入れる広告収入だけで、これは難しいですね今の僕のブログの運用では。てか無理です。ただし僕のパワーブログを作って、ある一定のアクセスが集まって、ある一定のアクセスが集まったら、今度ね、今ちょいちょいちょっと今ちょっと修正してるんですけど、このなんだ、ここにアクセス集めてリストを取って、でそこから自動でステップメールでみたいなのは入れます、そのうち。でもまだ、まあ毎日書いてまだ5ヶ月目ぐらいで、いや6ヶ月目ぐらいですから、まだ入れないですね。だから40ですかね。で、あとは今ちょっとまだ公開してないですけど、そのカテゴリー1個作ったんですよ、熟成の声みたいな、熟成の声って。で僕はあの熟成さんの声が今50本ぐらい動画あるんですよ。だからそれ全部60本かな、まあ、ちょっとそこの動画入れる準備してるんですけど、うん、だからそのまあいいや、それはまあ後で僕の戦略ですからね。まあいいや、まあそんな感じです。だからこれやります、できます。じゃあできないんだったらこっちやった方が早くないですかって話です。で、あやさんがブログは、まあ、よくね、どれぐらいで稼げるんですかみたいな話なんですけど、あやさんがブログアフリエイトで、あやさんが、はい、ブログアフリエイトで、ブログアフリエイト、ブログで、7桁100万ですね。ここに到達するのにどれぐらい時間がかかったのかっていうと、ね、大体1年って言ってましたね。1年です。はい、100万稼ぐ上で1年頑張りました、そしたらここに行っちゃいましたよって話です。はい、でも多分というか、まあむず、うん、どう、今の会社で1年頑張ってここ行きますか、多分無理じゃないですか。でね、ほんとね、僕10年なんで10分の申し訳ないですけど、これもうセールスビデオでも言いますけど、最低1年はやってほしいんですよ。最低1年ガチでやってほしいですし、1年あやさんの教材ガチでやって稼げないってことはまずないです。これはもう言い切りますけど、1年あやさんの教材を学んで、あやさんのサポートを受けてガチでやってね、食いついていって1年やって稼げません、絶対ない。それ言い切りますからね、絶対ないです。で本気でやってくださいよ、ちゃんと。
なんか適当になんか、適当みたいな、それじゃダメですけど。だからまあ1年はやってほしいんですけど、1年やればそこまで行きます。まあまあ100万いくかどうかわかんないですけど、稼げますよ。ね、だ例えばブログのアフィリエイトでね、100万と言わず、じゃあ10万でもいいな。僕なんか10年やってここ入ればいいかなと思ってるぐらいなんで、ね、まあブログアフィリエイトで稼ぎたいっていう人はここだとちょっと10年やって月5万かみたいなね。ちょっとあそこで頑張れないと思うんで、あれですけど、例えばこれでね、1年頑張って10万とか20万とか30万が発生するブログが作れたらとするじゃないですか。で、今、僕みたいにフリーでやってるっていう人多分いてないと思うんですよ。だいたいそのサラリーマンで働いている、バイトで働いている、派遣で働いているっていう人がほとんどで、ニートで何もやることがありませんっていう人は少ないと思うんですね。うん。じゃあ、自分の給料が20万あるとするじゃないですか、手取りで20万。手取りで20万あって副収入として毎月ね、10万入ってきます。毎月20万入ってきます。毎月30万入ってきますってなったら、よくないですか？でも今と同じことやってたらこの収入はないですよ。今と同じことやってたら新しい収入源っていうのは何もないですよ。何もないです。何もないです。本当に。だからもう本当1年はやってください。マジで。うん、で、まあ今回のあやさんのやつに関しては、そのブログをね、こう売買したっていう経験もあって、去年2400万売ってるわけですよ。でまた新しくねブログを構築して、またその売れる状態にまた作ってるわけじゃないですか。いくらでも作れるわけじゃないですか。今作ってますみたいに言ってましたけど、だ今ね あやさん多分ね、昨日もあった、多分動画アップしないと思いますよね。動画多分アップしてないんじゃないかな。あやディ多分動画アップしてないですよ。はい、もう動画アップしてないですね。はい、アップして、動画1本もアップしてない。1ヶ月以上。だ一番最後にアップロードしてる動画が、4月20日ですね。4月20日から1本もアップしてないですよ。動画、YouTube で一般公開。でそれでも増収してるんですよ。増収増益ですよ。どうですかね。うん、だからまあいろんな稼ぎ方がありますけれども、自分でやるんだったら僕みたいにやらないとダメですよ。毎日やるなんか当たり前で、そんな自分でやるんだったら。ただ人にやらせるんだったら、自分がやらなくても人にやってもらってそのもらえるわけですからね。自分の時間増えますよねと。僕は動画を撮るのが趣味みたいになってる部分もあるので、てか動画撮んないと暇すぎる部分もあるんで。そう、だからね、趣味がね、車の運転ぐらいしかないので、うん、まあまあいろいろね、みんな僕とは違うんで、いろんな趣味あるんで、その趣味にお金使うことを使うじゃないですか。ね、じゃあそうお金が必要ですよねって話です。はい。まあいろいろとお話しましたけど、今日はなんかもう完全セールスになってますけど、6月11日明日本当にね、もうこれからは僕の商品、まあ今回あやさんの商品こうご案内しますけれども、これからは僕の商品です。僕の商品って何かっていうと、マインドだったりとかコンテンツ販売どうやっていくの、僕情報商材完全バイブルっていう本出してますし、そのドリームアカデミアで教えてることは、集客をしてコンテンツ販売していきましょうってとこを教えてるので、僕が教えたいところはそこなんですよ。ただしね、それができないっていう方のために今回ね、アフリエイトという形でご紹介させていただきます。で、あとね、この商品っていうのは、インフォトップとか、インフォカードとか、ブレインだったかな、わかんないんですけど、そういうところに登録されていませんから、あやさんの商品。多分、あやさんがインフォトップとかインフォカードに登録するとか多分ないんで。だから、つまり、今、アフリエイトで売れるの、売ってるのは、多分、僕しかいないじゃないですか。多分、僕しかいないですね。アフリエイターを僕一人です、みたいな。なんか、かなり希少ですね。だからまあ、あやさんからね、直接ね、交渉して、あやさんも今動画でなんか、セールスとかしてないので、わかんないですけど、もし買いたいんだったら、直接あやさんに言ってください。じゃあ買えると思うんで。うん。だけど、特典はないですよ。特典はね。はい。で、今回特典もあるし、保証ありますから。
アフリエーターが保証するって多分ね、多分ないですよ、おそらくない。だからもうほぼノーリスクです、完全ノーリスク、ほぼノーリスクね。もう買わないと損させるぞみたいなね、そういう感じで作りますんで、はい、もうこれだってあった方がいいと思うんですけどね、やってますっていう。だって決まってますからね、老後どうすんすかみたいな。まあ明日死ぬかも分かんないですよ、もちろん明日死ぬか分かんないですけど、生きたとしたら老後の問題絶対あるじゃないですか。じゃあ老後の問題があるっていうのを分かってるのに、なんか今試作してるんですかみたいな。僕は老後のために毎日ブログ書いて、この基準で今やってますよっていう。で、年金プラス、年金ももらえるか分かんないですけど、もらえたとするならば、年金プラスここぐらい入ったら、まあまあなんとかできるよねっていう。ただ年金だけだときついよねって話じゃないですか。年金だけでいけると思います？かなりきついっすよ、多分。いや、僕も多分ね、社会人なんてずっと年金払ってるんですけど、だから年金払ってもう十何年か、二十何歩ですよね、社会人になって。あ、でもそうそうそう、大学の時って、まあ、免除されるんだけど、大学卒業して就職した後、その大学分払いみたいに来たような気がします。二十歳からだったでしたかね、年金って。二十歳からだったかな、二十歳からだからもう17年ぐらい年金払ってるんじゃないですか。年金払ってるんですけどもね、戻ってくるか分かんないです。でも仮に戻ってきたとしても、その年金だけじゃ無理ですから。まして、いや、吉田さん、僕年金10万円でも生活できますよっていう人はいいですけど、老人ホーム入れます？10万で分かんないですけど、きつくないですか。だから今もう確定、まあ、生き続けることは確定してないかもしれないですけど、生きたとするならば、生きるリスクに対してどういうことをやってますかと。生きるということは、生きるイコール長く生きるってことはリスクですからね。リスクを伴ってるんです。で、しかもそのリスクっていうのは非常に大きくなります。なぜ大きくなるのかっていうと、年取ったら働けなくなるじゃないですか。年取って働けますか？80歳で道路工事できます？できないですよ。だから生きるってことはリスクがどんどん大きくなるんですよ。これも考えてる人本当に少ないですけど、大丈夫ですかみたいな。そこに向けて今からやっとかないとダメだよねと。じゃあこれ作っといた方が良くないって話です。だからもしこれね、一番最初のテーマに戻すと、この資産が作れるようになればね、じゃあキャッシュがね、なんかちょっとなんか100万ぐらい必要ですってなった場合ね、じゃあこのブログ売っちゃおうかなみたいな、で600万みたいなね、すぐ作れるじゃないですか、ね、売れるんだから。ということで、6月11日ですね、大々的にご案内させて、大々的というかね、まあそんなに1通1通最後2通ぐらいだと思いますけど、ご案内させていただきますんで、まあ今後はもうこのご案内は多分ないですね、はい、もう自分の商品売ってきますから。なんでないかっていうと、自分の商品の方が僕は利益率 100% で取れるんで、うん、そう、今回は本当にいろんなご相談いただきまして、やっぱできないと、できないんだったらここしかないなというところでご案内しますんで。だって僕利益ね、まあ、言っときますけど 30% しか入んないですから、アフリ報酬。自分の商品売って 100% もらった方が良くないですか？自分の商品僕作れるんで、うん、だからまあ今後はもう僕の商品をメインに売ってきますし、まあ、やるとしてもジョイントですよね。アフリエイトっていう形で紹介するのはマジでもうこれが最後だと思います。ジョイントしかやんないですよ。ジョイントだとまあ折半なんであれですけど、アフリエイトはやんないですね。あ、やんないですね、僕ね。他の人の商品アフリエイトで紹介するって、多分この3年やったかな。アフリエイト、ジョイントはいっぱいあるんですけどね、アフリエイトこれが初めてかもしれないですね。うん、まあこの1話2話3話取ってね、やっていくのっていうのは、うん、はい、ということで終わりたいと思います。LINE の方登録しておいてください。ありがとうございます。